どうも、こんばんは、Nです。今回は東京グールリインボーク最強降臨アキラ討伐クエストやっていきたいと思います。 A ですね、前回とパーティーに入れてるメンバーは同じなんですけども、少し配置を変えて、今回は真ん中を圧倒カネキにして、右にムカデ、左にリゼを置いています。では行きましょう。まあ見てもらったら分かる通り、まあ圧倒カネキというか苦痛と狂気カネキをですね、まあ使ってやろうという魂胆ですね。まあ最強降臨おなじみの、まあまずはね、最初ワンパンで倒して、ここステージがいいな。あ、和風、あ、待て、後ろに見えるのは松か。かわいいぞ、 RE のアキラはかわいいぞ。まあとりあえずブレイクを狙っていくんですけど、シフトするのはまあ、ムカデでいいでしょう。一応ハイセイのバフもかけたいし、まあ、短期決戦で行きたいんでね、こいつが何してくるかは分かんないんで。でこのターン中に、苦痛と狂気カネキもカグネを出させて、多分スキル打つまではいけないんでね。さあムカデのスキル発動。オーケー。で、ここで圧倒カネキ君カグネ、オーケー、出させて、であとは普通に殴っていく。大体半分ぐらいは削れたから次のターンで勝てると思うけど、このターン何してくるかだよな。攻撃力ダウンとかはやめてほしい。はっ、自分の攻撃力 1.5 倍、これで武器耐久値全回復。もう何もしてこないのか。あと3回動くだけかな。は、待って、攻撃力強っ。ビビるビビる、マジで攻撃力強すぎる。あー、いかなかったか、仕方ない。待って、めっちゃ攻撃力強いやんけ。ビビるわ、ほんと。ムカデのスキルを打っていく。まあこれでムカデでブレイクさせて、圧倒カネキが1回スキル打てる。で9回行動させてたまらねえから、2回シフトさせてもう1回打たせれるな。いけ、でここでやって、あ、もう1回打てるね、いいね。まあ、今回はね、こいつを活躍させたいっていうあれなんで。ほら、あ、まだ耐えるね、あいつ。でここでもう一回出して、とどめの一発かましてくれ。個人的にはね、そろそろ最強降臨ラッシュ的なやつは来てもいいと思うんだけど。 OKというわけでね、今回も前回同様、普通と狂気カネキ、まあ誕生日カネキですね、を活躍させたいという、動画でした。まあ割かし最近の最強降臨はなんか知らず以外は簡単かな。知らずはちょっとあれだよね。なんだっけ、カグネを一旦目でさ、出させたらまあ負け格っぽいけど、まあそれさえさせなければ余裕なんで、うんって感じ。まあ、ランダムじゃないしね、敵の行動が。まあ、運ゲーじゃないだけマシかな。はい。ということで、お疲れ様でした。また、次回の実況動画でお会いしましょう。グルゼ、頑張りましょう。